誕生日おめでとう。ありがとう。お誕生日、もうあと何分がここに言ってください。あとちょっとなの。本当に。まだなんだ、実は。あと50、あ、53分なんだ。そうなの？おっとっと。ありがとう。ちょっと待って、タワーのお礼もしたい。ありがとう。めっちゃ卵もありがとうございます。定型文なんか。君は希望の光。ありがとうございます。そう、ラスト23歳、ラストです。23歳。そうなの。もうちょっとで24歳になります。といってもなんか特別何か変わるわけではないんですけど。そうなんですよ。応援してる、ありがとう。とね、待って、忘れないように。書きたい。ありがとう。ひまたぎ、なんかそう、この誕生日仕様になってるってことは、もうそもそも申請しなくても、すごい卵、申請しなくても日勝手にまたぐらしい。聞いたら、そう、なんかこのショールームの、ショールーム自体が誕生日4月4日に設定されてるので、そうなの、またぐらしい。自動で、卵もありがとう。すごい、卵イースターか。ちょっと、語ろう。特別語ることもないですけど、ちょっとアートでお礼させていただくとして、ちょっと皆さん23歳ありがとうございました。ありがとうございました。本当に ありがとうございました。23歳の1年はどうだったかって、でもなんか春頃に花は誰のもののシングル、8枚目シングルを発売させていただいて、そうですね、1年間もう結構花だれで、たくさんいろんな場所に、そう、なんか機会をいただいたので、そうなんです、4月だったんですよ。なんか、うわ、最高の、なんか自分の初センター、トライアングルセンターで初めてで、すごい誕生日プレゼントだって思ったんですよ。そう、4月だったそうなんで、23歳、まあなんか本当に8枚目、そう、何ですか、追加の、なんだっけ、 エクストラエディション、そうそう、なんかもうあって、花だれ1年間って感じで、そう、良き1年、めっちゃ良き1年でしたよ。ありがとうございます。だったし、なんか夏とかには
あの始球式っていうか、あのなんだっけ、ファーストピッチさせていただいたりとか、そう、そしてあの瀬戸内 PR 舞台にも選んでいただけて、そう、みんながたくさん協力してくれて応援してくれたので、そう、だからそれでいろいろとライブとかなんかしたり、いろんな活動が、マジで活動がたくさん充実してた1年間だったなと思いました。ありがとうございます。あなたば、あなたばありがとう、応援してるもん、ありがとう。大きく飛躍、いや本当にありがとうございます。なんかいろんな場所にも行けたし、オールスターの始球式の頃にマイキーを知ったよ。そう、なんかあのそのファーストピッチで知ってくださった方もいらっしゃるし、あとはあの花は誰のものをきっかけに知って、でその時にちょうど瀬戸内 PR 舞台でいろんな場所に行ってたから、その時にライブ見に来てくださったりとか、なんか初めて会った方も多分たくさんいらっしゃったと思うので、本当にありがとうございます。そのあたりでした。リリーベ、そう、リリースイベントもできたり、あとはなんかもうコロナにそうなったんですけど、そうなんですよ、今年、あ、去年か、23歳の冬、秋から冬ぐらいにコロナになって、もう壮絶な思いをしたんですけども、なんとかなんとか、まあね、いろいろありましたが、皆さんに、そう、なんかもう本当にたくさん心配をかけてしまって、いろいろ、心配だった。いや、そう、もうメンタルもボロボロってなった時期もありましたけども、なんとか復活した。もう元気か、うん、元気よ、うん、味覚も全然、割とすぐ戻った。あのなんかサプリ亜鉛のサプリ飲んだら結構すぐ戻りました。おすすめです。私、そう、全然体力も戻ったし、後遺症出てないですか？わかんないんだよね。でもなんかいや、どうなんだろう、いや、わかんないんだよねわかりません、もうわかんないってことは、まあ大丈夫。ありがとうございます。そう、でもなんかコロナは若干こう、なんですか、少なくなった、なんかコロナが完全に終わったわけではないんですけど、なんかいろんなことが始まって、24歳はもっといろいろできそうだよね。歌番組への熱意すごかった。いやね、そう、もうコロナで出れなかった時はもうすっごい、もう
出れないって決まった日から3日間ぐらい泣いてたから毎日毎日もう気が病んで。ありがとうございます。ヘリっていうか、あのチャーター機借りようとして、結局チャーター機借りれなかったんですけどなんかどうにかしてでも行きたいと思って、そのなんかチャーター機があったらそう行けてたっていう。ファンの方の中に、え、私ね、そう、ツイッターでつぶやこうか迷ったんですよ、あの時。どなたか、パイロットの方はいらっしゃいますか？どなたか、あの、チャーター機持ってる方はいらっしゃいますか？迎えに来てくれないかな、みんな、みたいな。その、飛行機は乗れなかったんですよね。なんか、基準があって。あの、外には出ていいけど、公共交通機関が NG っていう。だから、車だったらよかったんですけどね。車、そう、沖縄にいたんで、そのなんで私は沖縄と九州に橋を架けようのあのそこで絶対架けた方がいいって思ったんですよ。あ、で、そう、お父さんにも LINE して、なんか船出せんって、船で迎え来てやって言って、あの、でも、無理だって怒られて、お父さんはね、海の仕事してるので、ちょっと船で迎え来てよ。そんな時もありました。無口な父親、うん、ペラペラな父親やってたらペラペラペラを本当に、あ、うさぎありがとう、どうもありがとうございます。船では間に合わないのでは、船で鹿児島まで行って鹿児島から車に乗せてもらうっていう自分でスケジュール組んでたの。2日はかかるかなみたいな、うん間に合わない。お父さんが寝ずに運転してくれたら大丈夫お父さんが体調壊しちゃう。ありがとうございます。その時のポケモン GO、え、そう、その時にそのポケ、なんか気を紛らわしたくてポケモン GO を始めたんですよ。で、沖縄でサニーゴがあのホテルの中しか見れないから、もうずっと定期的にポケモン GO を開いてホテルの中確認して、サニーゴがいて、サニーゴ捕まえて、ありがとうございます。沖縄限定ポケモン
コロナすごい、もう大変だったけど、もうね、なんか体調よりもメンタルの方がね、ちょっとって感じで。Mステティッシュどうしてますか？ Mステティッシュあそこにあります。使ってない、まだ1個も箱出してなくて、で2個持ってるんですよ。2個っていうかその 3×2 個持ってるんですけど、その3個は自分で持ってて、もう3個はあのお母さんが持ってます。お母さんに、そう、 Mステも2回出演させていただいて、すごい期間、あの何ですか、短い期間で、ありがとう。お母さんはね、なんかめっちゃ全部欲しいって言うんですよね。Mステティッシュはわーって言ってて、私がどうぞってなったんですけど、お母さんはグッズとかも全部欲しいって言うんで、集めたら全部お母さんにあげてます。うん、ね、なんか本当に良い1年でしたね。良い1年、ありがとう、あなたはありがとう。24歳の抱負、もうまず怒らないで、多分無理。23歳めっちゃ怒ってたかも。え、なんかもうプン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 しまくって、あとね、あの最近ここ1週間前ぐらいから反抗期が始まったんですよ。でもうすっごい反抗しちゃうんですよ。なんで皆さん、あの反抗期終わるまでちょっと待ってください。あの反抗期始まってるんだね今。もう第何次反抗期か分かんないんだけど、今反抗期なの。反抗したらごめんね。反抗してるのか。そう、始まった。プンプンして、プンプン、うん、プンプン。なんだろうな、何に反抗するか、うーん、なんかたまにいやーってなるのと、あとはなんかなんだろうな、難しい、心の波が激しくて、いじり、いじり、愛のあるいじりはいいよ。メンバーに反抗したことある？反抗ってことはないかも。でもなんか頑固私頑固な性格っぽいんだよね。多分みんなはそうだろうと思ってると思うんだけど、頑固っぽくってさ、でさ、なんか譲れないものとかあったらさ、
ね、すごいもう固くなに譲れなかったりするので、あの別にあの言うことを聞かないとかじゃなくって、あそうなん、でも私はこうだよっていうなんか意思みたいなのがあってそういうのが出ちゃう時はある。頑固なの？うん、ぽい。多分みんなの方がなんか自分のことあんまよく分かってらんけど、みんなの方が思ってると思う。自分にが何か間違ってたとしても謝らない？いや、なんかそれは語弊があるよねそれと頑固はまた別物な気がする。悪いって思ったらそりゃごめんなさいはすると思うんですけど。そうだね、ありがとうございます。なかなか納得してくれない。え？するやん。何？例を出してや。あ、イントネーション？ちょっとこれは言いたいことがある。誰が標準語を決めたんだこれが私の意見。確かにアナウンサーさんとか大事ですよ。こうなんか伝えないといけないお仕事とか、まあ、私もそうかもしれないけど、でも許してくれこればかりはって感じ。何標準語ってって感じ。確かになんか分かりやすいってのはあるかもしれんけど、標準何なんだろう。そ、これはもう治らんことがあるけど、あのもう諦めた、もう諦めたんじゃ。標準語はね難しいね。でもね、敬語になったら割と標準語な、標準語って言ったら変だけど、なんかイントネーションそんな変かいね。わからんわ。STU、 あ、でもみんな方言よ、いろんな県から集まってきて。ありがとう。喋り方大好き。ありがとう。なんかさ、自分が喋ってるの、うん、変なのって感じだからうーん、ありのまま好きです、ありがとう。ギャー、
卒業後アナウンサーになれない、なんだそりゃ。私方言アナウンサー出てくるかもしれんね、今後この未来で。今日はなんとかやけんねなんとかですけんなって。あるかも。マジ系、マジ系はまた違うけど。アナウンサー目指せ。いや今のところそんな感じはないですけどあーないですけどね、ないですけども。素敵ですよねアナウンサーさん、うん、方言もっと出して。え、なんかね、なんか地元に帰った時とかは多分めっちゃ自然に出たんやろうけどね。どうなんやろ、配信でもう自分でもよう分かっとらん。お姉ちゃん、うん、どうだろう、無意識千件分からんな。わ、うさぎありがとう。うさうさ、うさぎ年。お姉ちゃん、お姉ちゃんも寝たんじゃないかな。え、お姉ちゃんおめでとうって言ってくれるのかな私に。あのね、あのね、ケーキとかはね食べてないんだよん。でもね、ケーキ何がいいとは聞いてくれたのだから、明日用意してくれるのかな楽しみ。分かんないけど。明日、そう、聞いといて違うやつ、そんなことは多分しない。そん、え、楽しみ。好きなケーキは、なんかその日の気分で全然変わるんだよね全部好きなんだけどそう、ショートケーキ好きだし、チョコも好きだし、タルトも好き、クッキー生地、モンブランも好きだよ。楽しみ、楽しみ。苦手なのある？苦手なのないかも。え、ないかも。え何ケーキがあるんだって思う、考えた、うん、何ケーキがあるんだろう、ないかも。うん、抹茶も好き、お抹茶。なんかあ、チーズケーキ私めっちゃ好き。なんかちっちゃい頃はチーズケーキしか食べれんかったんよ。えけど大人になって生クリームとかが食べれるようになって、ちっちゃい頃はなんかケーキの甘さが得意じゃなくって、生クリームが本当に食べられなくって、そうなんで、なんか使ってないそのチーズケーキとかタルトとかしか食べられなかったんですけど、なんか大人になってめっちゃ大好きになった。
なんか子どもの頃の方がなんか脂っこいものとか甘すぎるものとかが得意じゃなかったよね。大人になってそう食べるようになった。そう逆なの。今はもう大大大大大好き、何でも食べる。なんかちょっとあれが苦手かも、唯一ちょっとお酒っぽいに匂いがするやつ、なんかラム酒的な、なんか洋酒なんですか、ちょっとそういう系を使ってるのがあんま得意じゃないかなぐらい、なんか匂いで酔いそうになっちゃう。なんかラムレーズン、うん、なんかそうラムレーズンとかもあまり得意じゃないかも。なんでお菓子全般でお酒の香りがするやつがあんま得意じゃない。多分そんなさ度数とか入ってないんだろうけど、なんかね全く食べられないこともないんですけど、酔ったらどうなる？もうギャーなんちゃって。酔ってる？酔ってないです。ここも飲みませんね。あの明日に支障が出ると嫌だなって思うので、あのそうですね、飲まないですね。もうねもう大爆睡よ。もう本当に時間とかわからんなるくらい寝てしまうけんね、寝ちゃうんだよね。もともと寝るよね。24歳の目標は寝すぎないことですね。寝てる時間がもったいない。寝てる時間も起きて過ごそう。できる限り起きとく。24歳頑張って起きる。なんか1日毎日なんか6時間、毎日6時間ぐらいの睡眠で生きていけるようになりたい。なんかさ隙間があったらもう寝ちゃうぐらい眠たいんだよね。6時間とかじゃ足りない足りない。はい、ありがとうございます。レッスン中とかのさ休憩があったら全然寝ちゃうの。なんか本当にちょっとした休憩があったら寝ちゃう。お昼休憩でも。わすごい、何これ、ピカ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 、ありがとうピカピカ。ピカピカのギフト。
似てるメンバー、どうだろう、似てるメンバーってか、私さ千穂ちゃんの寝顔がねすごい好きなんですけど、千穂ちゃんの寝顔フォルダーがあるんですよ携帯の中に。これいつかなんかもう出したいぐらいすっごく可愛くて、マジで可愛いんですよ。でよくホテル同室になるからホテルで寝落ちした姿とか撮るんですけど、マジで可愛くって、寝顔フォルダー、千穂ちゃんの寝る姿っていうアルバムがある。私撮られてない？私どうやろう、なんか一回おきちゃんに撮られた、一回ってか何回か撮られたんだけど、本当に目が開いてて嫌になった。マジでもう顔可愛くない。もう可愛さが あればいいのに可愛くない。しかもなんか白目とかじゃなくて普通になんか黒目降臨。口も開いてた。千穂ちゃん怒らないの？千穂ちゃんに全部見せる、撮った後に。起きて次の日とかでも、これ昨日の千穂ちゃんですよって見せて、そう全部それをフォルダに。マジで可愛いの本当に。なんか一回こうやって寝てる時があって、もうお嬢って思いながら、もうこうやって姫姫って思いながら、この海を眺めてる。人間関係得意な方じゃなくて、盗撮ダメ？ぐるちって。もう一個フォルダある、おきちゃんのフォルダもあるよ。おきちゃんが歩く姿っていうフォルダなんだけど、なんかおきちゃんと待ち合わせしたら、待ち合わせ場所に最初にいて、でおきちゃんが歩いてくる姿をパシャ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 って撮って、だからおきちゃんが歩いてる写真、おきちゃんが歩いてる姿っていうフォルダがある。なんか現場入りのおきちゃんとか。これもある。全然盗撮じゃないよ、すぐに言うからね。これおきちゃんが歩いてる姿。気づいてるよ、だってもう正面から撮るもん。私のどんな姿、私のフォルダも、でもな、寝顔は可愛くないからな。じゃあ私の食べる姿でも。
お願いします。ラーメンフォルダありそう。え、あるよ。ラーメン食べた、ラーメンのフォルダ作ってる。姉貴フォルダないな。じゃあお姉ちゃんのフォルダないんですけど、お姉ちゃんの寝顔ならめっちゃ持ってる。お姉ちゃんも私と同じくらいちょっとあの寝顔がうーんって感じの寝顔なんですよやっぱりこれ遺伝なんだね。寝顔って寝顔寝相遺伝だから。だってなんか私と似てるもん。口とか開いてて目も若干ちょっと開いてたりして、たまに。ありがとう。うわ、タワーもらった。ありがとう。東京のスバンさん、ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。キャッスル。ね、ちょっとさ、今何時なの？近づいてきた。え、何時なの？もう。あと12分。12時過ぎまでやるの？え、そうだよ。あと10分ぐらいです。3期生。え、3期生そう、 TikTok で3人公開されてた。なんか STN の公式 TikTok ぜひ見てください。あの公式 TikTok で今日から順番に発表していくんだって。14人。うん、そう、14人らしい。で、あの今日3人出てて、多分6周年までには全員発表されるというか紹介される。そう、名前も公開されてました。年齢とか名前とか。14人。 STU がね、何人だっけ、40何人くらいになるの。40何人かってちょっとあれ、49、あれ49かな。増えたの。ね、結構大きくなる、多くなる。名前覚えられる？え、なんかニックネームとか決まってるのかな？もし決まってたらニックネームで。そう。注目してる子いる？いや、まだね、分からん。てか全員ね、私本当にそう、まだその今日公開されて3人見て、まだあとの11人知らないんですよ。みんなね、チラッて見た時もマスクしてるから分かんないんですよね。こうみんなどんなこう感じなのかが全然分かんなくって、何歳なのかも分かんないし、名前もまだ知らないから、何にも一致してなくって、そう、今日みんなと同じ状況で、そう、知りました。まだね、なんかね、話せるって感じじゃないんだよね。なんて言うんだろう、まだね、正式に
挨拶とかいうのをしてもなくって、そうそう、今度正式にみんなで挨拶するんだけど、全然なんかそう話せるって感じじゃないんだよね。顔合わせ、ありがとうございます。そうだよ、キラキラね。14人か。2期生の時がシチュー入った時24人だったんで、なかなかみんなとは話せなかったですね。2期生ね、24人入ってた時が20人だった。2期生とはもう話せる？話せるよ話せるよ。でもね、この間なっちゃんと初めて公演一緒に出たんだと思う。この間ね、花だれ公演、なっちゃんとなっちゃんのキャッチフレーズをやるのが新鮮すぎて、なんか変な感じがしたの。え、なんかなっちゃんのキャッチフレーズ初めてやるわと思って、考えたら初めて一緒に公演出てて、びっくりしたよ。こんなに一緒にもう STU として活動してるのに、そう、課外活動違うし、あの2期生の公演には出てなかったので、ね、私かき鍋、ふぐ鍋、わた鍋っていう、そう、うん、そう、鼻だれで初だった。でもこれでもうみんな一緒に出たかな、多分。あと5分。でも聞いて、私多分生まれたの夜だから22時ぐらいに確か生まれたはず。だからまだ実質23だから、まだだから。お花見中に生まれたんじゃないの。お花見、その日にお母さんがお花見行ってて、私が生まれる日に、でなんか違和感は感じてたけどお花見に行ったらしいの。その日の夜に生まれたらしいから、そう、お母さんに聞いたの。あ、そう、私ね、そう、ツイートしたいと思ったんだけどね、ちょっと携帯がね1個しかないの、だからさ、ちょっとさ一瞬、ちょっとしたら抜けてもいい？ほんとツイートボタンだけ押してきていい？こういう時ね、端末がねないと困る。なんかね、うちのお母さんがね QR コード読み取りたいのに、 QR コードがなんか、私携帯1個しか持ってないから QR コードが読み取れないのって言って、ね、すごい困ってたの。なんかどうしても、今なんか新しいシーズン3が始まってて、なんか全員のところを読み込んだら
なんかあのあれが見れるんですよ、メイキングが。メイキングがどうしても見たいのに、なんかうちのお母さんがなんか見れないってすごい困ってて携帯が1個しかないから。そう、大変大変。メイキングめっちゃいい。おう、嬉しい。結構長めなんですよメイキング、ぜひ見てください。あと3分。揺れとこ。ジャンプする？え、なんでさ、みんなジャンプしようとするの？私さ、なんかジャンプしようと、え、なんでジャンプするの？ジャンプしてもさ、着地するじゃん。なんでジャンプするん？あ、超えるっていう意味があるの？え、って言うじゃん、超えて行け。そうなの？地球にいなかった的な？地球にいるわ。50、え、あ、そんな何分切った？マジで。いやーいやー、あの体育座りしとこう。兄貴、え、寝てるんじゃない？カウントダウン？嘘、嬉しい。みんながカウントダウンしてくれる。やったー、いい誕生日だ。15秒。え、15秒？え、あと10秒なの？え、はーやーい。赤チェック、赤チェック、おめでとう。やったー、え、誕生日？やったー、誕生日来たー、ありがとう。誕生日なったよー。寝たんかな、悲しいんだけど。悲しいだけ。誕生日おめでとうって言いに来てほしい。え、ありがとう、みんなおめでとう。やったー。寝てんの、あの姉級とかいう人。待って、おめでとう、ありがとう。めちゃめちゃギフトもらってる、ありがとう。おめでとう、おめでとう、おめでとう、ありがとう。クラッカーを、あ、絶対起きてる。誕生日になったよ。誕生日になったよー、お祝いして。全然お祝いしてくれない。ありがとう、タワーをたくさん。ちょっと待って、おめでとう、ありがとう。このさ、今回さ、タワーのお礼をね、全部あのインスタのストーリーの方に載せようかなと思ってるんですよ、書いたら。みんなの真似する、いいですか、ストーリー全然使わんのんじゃけどね、てかインスタをそんな使わんのんじゃけどね。いや、ありが
ありがとうございます。ちょっとね、名前呼ぼ。え、ちょっと待って、どこだ。わ、ちょっと待って、やばい、更新されすぎて。誰からもらったかわからんくなるかも。消えてってる。ランキングでわかる？あ、ランキングでわかるかな？ログもらえば？ログもらえるのかな？え、ありがとうございます。このログが。やばい。ありがとう。ちょっと後で確認する。ログもらえるよ。え、ちょっとこれ後で確認させてもらおう。ありがとう。で、あのインスタの方に載せさせて、あ、ショールームでも見せますけど、あのインスタに載せさせていただきます。ありがとう皆さん。ちょっとなんで姉貴を祝ってくれないんだ。寝てんのかな。おめでとう、嬉しい、ありがとう。やば、24歳です。じゃーん、ちょっとぼけてた。あ、おめでとうってもう申し訳ない誕生日になったよって言ったら、おめでとうって言われた。きゃー、 ありがとう、うん、嘘って言われた。ありがとう。聞こえた？嘘。おめでとうございます。ありがとうございます。めっちゃすごいギフトたくさんありがとうございます。何歳になった？24歳。え、ちょっと待って。ツイートしてくる。